皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の元通訳である水原一平氏の違法賭博問題と過去の犯罪歴、その後の消息について最新の情報をお伝えしていきたいと思います。水原一平氏は2013年から大谷選手の通訳を務め、長年にわたってメジャーリーグでの活躍を支えてきました。練習や移動、メディア対応などありとあらゆる場面で大谷選手に寄り添い、コミュニケーションをサポートしてきたのです。二人三脚で切磋琢磨し、揺るぎない信頼関係を築いてきたはずでした。ところが今回、水原氏の違法賭博問題が発覚し、その絆は完全に断ち切られてしまったようです。大谷選手は3月26日の記者会見で水原氏の違法行為への関与を完全に否定しました。僕が賭けをしたことは一度もありませんし、水原氏に送金を依頼したこともありません。彼は僕の口座からお金を盗み嘘をついていました。大谷選手はこう言い切り、水原氏が無断で行った犯行だと主張したのです。一方、水原氏は大谷選手のライフスタイルに合わせようと無理をしていたことがギャンブル依存症に陥った原因だと語っています。僕は彼のスーパースターとしてのライフスタイルについていくのに必死で、自分の財布には余裕がありませんでした。だからギャンブルにのめり込んでしまったのです。しかし大谷選手のスポンサーからの支給品や球団が負担する食費などを考慮すると、水原氏の主張には違和感を覚える人も多いようです。 A 氏デイリーメールの取材に応じた関係者はこう指摘します。シーズン中、選手たちの食事はほとんどが球団持ちです。遠征先のホテルも球団が手配します。スポンサー契約で副食品が支給されることだってある。スター選手についていくのに必死だったという言い分は正直言い訳にしか聞こえません。また水原氏の借金の規模からも生活費だけが原因とは考えにくいという声もあります。実際水原氏は2022年末の時点で1億5000万円以上の借金を抱えていたといいます。そして昨年10月までの間になんと約6億円もの巨額の送金を違法ブックメーカーに対して行っていたというのです。ギャンブルとはいえ常軌を逸した金額だと言わざるを得ません。そんな中、新たな疑惑として浮上しているのが水原氏の学歴詐称の可能性です。水原氏は公式プロフィールでカリフォルニア大学リバーサイド校を卒業したと記載していました。ころが同大学の広報担当者は在籍記録がないと回答、虚偽の経歴を掲載していた疑いが濃厚となったのです。また米メディアロサンゼルスタイムズは水原氏の以下のような素性を報じています。高校卒業後の10年間ほどほとんど行方がわからない。友人らの証言から寿司店や日本酒輸入販売の日系企業で働いていたことが判明。2004年と2009年にスピード違反で逮捕された記録がある。こうした事実は水原氏がこれまで公表していた経歴とはかなりイメージが異なるものだと言えるでしょう。また逮捕された過去に関しては報道関係者や世間を同様騒がせないように情報操作をしているといったことも明かされています。真実はまだ分かりませんが、まだやばいものがあるのかもしれません。学歴詐称といえば2016年に発覚したショーン・ケイ事件が記憶に新しいところです。ショーン・ケイ氏は日米ハーフのコンサルタントとしてメディアに引っ張りだこでしたが、ある日その虚像が暴かれます。幼少期に日本に移住したというエピソードは嘘で、実は熊本県出身の日本人だったのです。またハーバード大学院やテンプル大学の卒業経歴も全てでっち上げだったことが明らかになりました。 TBS の報道番組ニュース23のキャスターに抜擢されるなど順風満帆かに見えたショーン・ケイ氏でしたが、経歴詐称発覚後はみるみるうちに表舞台から姿を消していきました。 SNS 上ではこの事件を思い出す人が続出。ショーン・ケイを思い出した、詐称はダメだけど実力もあったからもったいない話だよな、学歴詐称は罪に問われるべき、でも過去の出来事でその後真面目に働いてるなら許してやってもいいのかな、色眼鏡で見られるのは仕方ないけど
それでも這い上がってほしいね。賛否両論がある中で、多くの人が実力本位の評価の大切さを訴えています。一方で、理想の自分を追求するがゆえに経歴詐称に手を染めてしまう人がいるのも事実です。特に国際ロマンス詐欺の手口などを見ると、世間一般の海外信仰、肩書き信仰の根強さが垣間見えます。年間1500件以上、被害総額は177億円を超える。外国人と偽って言葉巧みに巻き上げる犯行グループの凶悪さもさることながら、医師、弁護士、軍人といった肩書きの虜になり、簡単に信用してしまう被害者側の心理にも私たちは目を向ける必要があるでしょう。ネットの世界でも米国務省の高官を語る人物が現れたり、元ガーファ勤務を名乗るだけで一定の信用を得られたりします。著名企業の社員証を偽造して女性をナンパしまくるなんてやからも実在するのだとか。もちろんそうした肩書きに違和感を覚える人は多いはずです。しかし一定数は引っかかるという計算のもと、詐欺はなくなりません。私たちがその愚かさを笑っている間にも、理想の自分を追い求める若者たちの中には、経歴のために嘘をつくことを選んでしまう人がいるのです。水原氏の学歴についてはまだ確定的な情報はありません。真相解明を待つ必要があります。ただ経歴詐称から違法賭博、あるいは窃盗まで、こうした一連の疑惑が理想と現実のギャップから生まれたものだとしたら、なんとも歯がゆい話だと思うのです。ショーン・ケイシしかり、スタップ細胞の小保方春子氏しかり、彼らに実力があったことは多くの人が認めるところです。順風満帆な理想像にすがるのをやめ、真摯に自分自身と向き合っていれば、また違った人生があったかもしれない。そう考えると何とも悔やまれてなりません。一方で私たち社会側も、肩書きや経歴で人を判断しすぎることの危うさをこの機会に再認識すべきなのかもしれません。ブロックチェーン技術を使った履歴書の登場など、経歴の透明化は今後ますます進むでしょう。しかしその一方で、コミュニケーションを通じた人物評価を私たちは引き続き大切にしていかなければなりません。時に華美な経歴の裏に潜む虚像を見抜く目を養いながら、さてここで水原氏の妻についても触れておきましょう。水原氏の妻は一般人女性ながら、その美貌が話題となっています。水原一平の奥さん、今頃大丈夫かな、こんな心配の声とともにツーショット写真が SNS 上で出回っているのです。水原氏と妻は2018年に結婚。当時水原氏は日本ハムファイターズの専属通訳を務めていました。妻との出会いは大谷選手とも親交の深かったルイス・メンドーサ選手の紹介だったといいます。メンドーサ選手と食事を共にする中で次第に意気投合、交際を経てゴールインに至ったようです。ちなみに2人の間に子供はいませんが、愛犬を3匹飼っているそうです。フレンチブルドッグとチワワを2匹ずつ、タンタン、プー、レオと名付けられた愛犬たちは、大谷選手の愛犬デコピンとも仲良しだとか。そんな理想的な家庭を築いていた水原氏でしたが、違法賭博問題の発覚により一夜にしてイメージは地に落ちてしまいました。かねてより妻は日本ハムファイターズのチアリーダー野間絵梨花さんではないかと噂されていましたが、水原氏は元ファイターズガールではないとこれを否定。確かに野間さんと妻の容姿が似ていることから、多くの人が勘違いしたようです。水原氏が公表した後も根強くデマが残っているようですが、真偽はさておき、妻が置かれた状況の厳しさに変わりはありません。水原さん、奥さんかわいそうだよ。結婚したら自分だけの人生じゃなくなるんだよ。一番かわいそうなのは水原一平の奥さんやろ。離婚してもおかしくないわな。 SNS 上では水原氏の妻を心配する声が相次いでいます。事態が明るみに出た今、夫婦でどう向き合っているのか、あるいは妻は一人で苦悩の日々を過ごしているのか、真相は藪の中ですが、その心中は察するにあまりあるものがあります。いずれにせよ、大谷選手との信頼関係を完全に裏切り違法行為に手を染めた水原氏の今後の行方は予断を許さない状況が続いています。
かつての盟友との決別、そして深い後悔の念。大谷選手の心中は察するにあまりあるものがあります。今はただ真相の解明と大谷選手の心の平穏を願うばかりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。